アーシアは荒れ果てた大地に凶暴なモンスターがはびこる危険な土地。この過酷な世界で生き延びるには魔法を活用する術を体得しなければならない。フレイは多くの魔法を習得できる。魔法は攻撃、支援、パルクールに分類される。魔法はマナを集めることで習得できる。アーシアへ飛ばされたフレイは自然の力を駆使する紫の魔力に目覚め、魔弾は貯めることで性能が変わり、素早い牽制技としても強力な遠距離攻撃としても使える。爆裂の魔弾は炸裂する岩の塊を発射、縦の魔弾は岩の盾を形成し、それを敵に向けて放つ攻防一体の魔法だ。連射の魔弾は岩の弾を連射し、最後に射程の長い貫通弾を発射する。紫の魔力には有用な支援魔法も揃っている。地に潜む岩盤は爆発する罠を設置し、生まれし暴君は防御力を上げ、削りし命の糧は与えたダメージに応じて回復する。攻撃以外にも生存性を上げるスキルも豊富だ。魔法パルクールで敵の攻撃を回避することはアーシアで生き延びるための鍵となる。攻撃を受けてしまった場合でも相棒のカフがバリアを展開してダメージを軽減し、反撃のための隙を作ってくれる。カフが有用なのはバトル中だけではない。周囲をスキャンしてもらうことでアイテムの探索や索敵も容易になる。さらにカフにかかれば耐性や弱点まで敵の情報も丸裸だ。冒険が進むと炎を操る赤の魔力が解放され、戦術の幅はさらに広がる。迫り来る殺意、過食の守り、心強き眷属などで守備的に立ち回ることもできる。もっとも攻撃は最大の防御という考え方もある。赤の魔力には攻撃力の高い近接魔法がいくつもある。魔法の剣を素早く振るい先手を取りやすい魔撃、貯めることで一閃の魔撃、強襲の魔撃、怒りの魔撃が使用できる。赤の魔力は支援魔法にも攻撃的な高速の衝撃、気高き闘気などが揃っている。冒険が進むと紫、赤に加え青、緑の魔力も解放される。青、緑にも独自の特色を持つ攻撃魔法と支援魔法が揃っている。攻撃魔法や支援魔法を使うことで溜まるゲージが満タンになると超強力なチャージ魔法が使用できる。タイミングよく使えば敵の大軍を一網打尽にすることも可能だ。ダウン状態の敵に対して使用できるフィニッシュブローは相手にとどめを刺す、もしくは大ダメージを与えることができる。異なる系統の魔法を組み合わせることで戦術の幅は飛躍的に広がり、どのような局面にも対応できるようになるだろう。敵に合わせて最適なコンビネーションを見出すことが勝利への鍵となる。フレイは持ちうる全ての魔法を駆使しなければならない。ブレイクの脅威からアーシアを守るため、そして自らの故郷に戻るため。